福岡の劇団なんですが、初めて大阪にツアーでやってきます。この中に裏切り者がいますよというこの作品、11月のですね、16日から18日、こちらはインディペンデントシアターのセカンドの方で行います。まあ、僕らこの、シチュエーションコメディというですね、コメディをやってまして、福岡で作った作品をですね、これからどんどん全国で発信していこうと思ってますので、ぜひですね、お暇な方来ていただきたいなと思っております。でですね、そのですね、この11月16日から18日の大阪公演の直前のですね、11月7日にこちらの SP 水曜劇場の方で、僕らの作品、すごくいいバカンスというですね、作品の上映会もさせていただくことになってます。こちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、以上です。はい。